さあ、四十にしてついに幅開いた男、大器晩成、嵐が堂々の登場であります。マカラカシートボマカラカシートボマラマラハ。さあ、おなじみの顔であります、この男、ファンの声援に乗って入場してまいりました。行け嵐、行けよ。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー嵐、300ポンド嵐、嵐赤コーナー350ポンド、アブドルザーデンジャー。頑張れ、いけ、いけ。レフリー和田光平。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。投げてまいります。これは苦しい直攻撃です。掴みます。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。キックを打っていきます。ハンマーを振りかざします。打ち込んでまいります。蹴ってまいります。掴んだ喉元を狙います。行くのか、ロープに飛ばした。ショルダータックル。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。どうして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですから。プロのレスラーですからね。その通りですね。フロントからのキック、蹴りを見舞ってまいります。フロントからのキック、足に照準を絞るのでありましょうか。ラフファイトを得意としてまいります、この男。まさにストロングスタイルなどクソくらいといったところでありましょうか。さあ、今夜もリングが荒れてくるのか。
注目であります。ボディスラムで叩きつけます。蹴ってまいります。あっとキャッチした。足を殺してまいります。腕を回します。逆に投げてまいります。カウントが入ります。技の仕掛けが早いですね。勝ちにいってますね。掴んだ。狂気攻撃だ。張ってまいります。ロックアップ。コーナーに振った。重いですね一発が。組み合った。倒していった。そのまま締め上げる。ロープに逃れました。地獄好き強烈。このポーズ。バックに回った。エルボーで返す。腰に手を回した。エルボーで切り返す。小脇に抱えた。エルボーで返す。逆水平。奥歯を噛みしめリバースで切り返した。ロッププレイク。頭を掴んで、逆に蹴っていった。腕をフックした。あっと返した。あっと喉元を狙った。体を預ける。岸壁の母の胸に抱かれました。ハンマー気味のパンチ。引っこ抜きか。あっと逆に返した。カウント2つ。惜しい。首根っこを掴んだ。強烈チョップ掴んだ。させません。担ぐか。バックフリップ。バックを取って後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ。さあドラゴンスリーパーに持っていった。フロントキック。すごい音がした。いけるか。巻き投げで切り返した。ガチッと組み合った。ロープに振って喉元を捉える。あっと地獄好き。そのまま体固め。ここでロープブレイク。組み合った。ロープに振った。あっとそのまま後ろに投げていった。エルボー強烈。あっと狂気攻撃。ロープブレイク。喉元を捉える。腰を落とす。エルボーで切り返す。地獄好き強烈。蹴り上げていく。蹴っていった。キック。エルボードロップ。強烈。カバーした。カウント3つ。カウント3つ入りました。マカラカシートボマカラカシートボマラマラハ。Yeah.
さあマイクの鬼ラッシャー木村が入ってまいりました。自慢のマッスルボディを引っ下げて期待の新星宮本和志が入場してまいります。ラッシャー、ラッシャー、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、ヤモト、プロレスリングノア、280ポンドラッシャー木村、ラッシャー、ラッシャー。赤コーナー、全日本プロレス、宮本、235ポンド、宮本和志、宮本、レフリー和田光平。さあ運命の鐘が鳴った。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。あ、そうですか。張ります、腕をフックします、を打っていきます、ブロックします、掴んだ、キックで返します、ガードします。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああ、そうですか。足を殺してまいります、ガードします、スタンディングを取らせます、組み合います、逆に振り返して、掴みます、乾いた音が館内に響きます、肘を打ち込んでまいります。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああ、なるほど。抱えます、ボディースラムです、掴みます、張ってまいります、腰を落とします、エルボーで返します、蹴ってまいります、腕を回します、ブレーンバスターで投げ捨てます。さあ王道のホープであります、この宮本和志、そ
その負けん気の強さと鍛え上げたマッスルボディを誇る期待の若武者はいつまで優等生をやっているのか。一刻も早く戦いの番長日記を記してほしい。ブロックします。息を整え、フロントからのキック、腕を捉えます。逆に返します。掴んだ、エルボーを入れていきます。打ち込んでまいります。組みに行きます。コーナーに振った、重いチョップであります。ロックアップ、ボディースラム、小脇に抱えます。させません。掴んだ、ハンマーが襲ってまいります。掴みます。キックで返します。乾いた音が館内に響きます。打ち込んでまいります。蹴りを見舞ってまいります。張ります。掴んだ、逆に返します。掴みます。させません。スピア強烈、肩をつけます。岸壁の母の胸に抱かれました。張りてぇ、頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。足を狙っていった、足を殺していった、膝を壊しにいった。あっとキャッチした、エルボーを入れていく。いけるか、巻き投げで切り返した。バックを取って、おっと膝を叩きつける。掴んだ、あっと逆にキック、ガチッと組み合った。強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく。引き起こす、小脇に抱えた、アトミックドロップ、すごい顔で打つ。コーナーに振った、あっとエルボー、膝を狙っていった、膝を壊しにいった。バックを取って、外した、エクスプロイダー、いけるか。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。小脇に抱えた、エルボーで返す、バックに回った、ブルース・ゲイジスピン、コメントお願いします。両選手の頑張りに、そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。あと逆に返した、気合を入れた、立たせていく、腰に手を回した、ジャーマン、綺麗な人間鏡、カウント2.89、ブロックした。10分経過、10 minutes go、頸動脈を絞り上げる。
ロープリフってラリアットものすごい、うまく切り返した、組み合ったロープリフった、ロープに飛ばした、ラリアット強圧、起こした、させません、ガチッと組み合った、締め上げていった、ハンマーパンチ強烈、抱き起こす、いけるか、倒していった、立たせていく、ラリアット体を預ける、カウントに1.98、これでも決まりません、ガチッと組み合った、ネックブリーカーで叩きつける、足を狙っていった、キック抱えた、シュミット式で落としていった、コーナーに登ってスーパージュニアを目指すこの男、声援に乗っかって入場してまいりました。
を脱いだ魔界の若獅子柴田勝頼が入ってまいりました。頑張れ勝頼、シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー220ポンドリクルー最上、頑張れ頑張れ、赤コーナー235ポンド柴田勝頼、レフリー和田晃平。さあ、運命の鐘が鳴った。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。ボディースラムで叩きつけます。掴みます、ヨーロピアンエルボー。あっと、そのまま倒します。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか？これはまだ五分五分ですね。そうですか。ブレンバスターに取ります。うまく切り返した。抱えます、ストマックを狙ってまいります、蹴ってまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。腕を取ります。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。こうやって気持ちが前に出る姿っていうのは見ていて気持ちいいですよね。そうですよね、なんかスカッとしますよね。ハンマーが襲ってまいります。張ります、ブロックします、ストンピングを叩き込んでまいります。あの名レフェリー柴田勝久を父に持ちます。この柴田勝頼、俺は七光は嫌だ、俺が親父を光らせてやる。21世紀の負けず嫌い王が今日も熱く叫んでまいります。掴んだ、させません。 DDT、 首根っこがへし曲がった。ラフ殺法に転じます、組み合います、逆に振り返して、キチンシンク胃袋攻めです。引き起こします、腕をフックします、打たせません。ロックアップ、リング下に落とします。リング下に降ります。行くのか、返してまいります。掴んだ、
鋭いキックです。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね、いい攻めだと思いますよ。なるほど。スタンディングを取らせます。バックに回ります。腕を決めてまいります。組みに行きます。今すごい角度でしたね。ちょっと頭打ったんじゃないですかね。起こします。スリーパーで締め上げます。掴みます。強烈な攻撃、スリーパーで頸動脈を締め付ける。掴んだ。キック、ものすごい。一気に料理するのか。起こした。受け身の取れないジャーマンスープレックス。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。攻めてる方ももうかなりきついと思いますよ。はい、ドロップキック、立たせていく。あっとホイップしていった。トップロープを奪う。あっと逆に捉えた。あっと耐えた。キャッチした。させません。組み合った。スペーストルネードが、あとうまく切り返した。抱えた。あと逆に投げていった。引き起こす。あと逆に丸めていった。ロープブレイク、ロープブレイク。10メレッツゴー。反撃するならここですね。ええ、こっから突破口を見つけたいですね。投げていった。強烈なキック、敵を起こす。小脇に抱えた。バックドロップ、そのまま耐え固め。ロープブレイク、ガチッと組み合った。倒していった。蹴りをぶち込む。放っていくのか。急降下、膝バックだ。キック、ブレンバスター行くのか。あっとストマックのあたり。腕を回した。ブレンバスターで投げつける。金的攻撃。あっとキャッチした。そのまま叩きつけていった。引き起こす。ホイップしていった。エビに固める。ロープに逃れた。いけるか。
慢のオムーバグダンを引っ提げてワイルドハート大森隆夫が堂々の入場です。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、行け大森、260ポンド大森隆夫、行け大森、大森。赤コーナー240ポンド木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか。小気味の良い攻防を展開してまいります。ロックアップ。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言いませんね。ああそうですか。顔面を蹴り上げます。乾いた音が館内に響きます。バッとキャッチした。打たせません。組み合います。フライングメイヤーで倒します。拳を落とします。フィストドロップ。組みに行きます。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。あ、そうなんですか。あっと、逆に捉えた。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。国会議員とプロレスラーという二足のわらじを履いておりますこの長谷博士。試合前、スタミナと試合感に若干不安が残ると語っておりましたが、今のところ全くその心配はありません。起こしてまいります。フロントからのキック。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね。行くのか。投げてまいります。ミストドロップ。抱えます。パンチで返します。ロックアップ。対角線に飛ばした。ランニングしたのエルボー。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロープブレイクです。組み合います。
テイクダウンを奪います。足攻めに転じます。組みに行きます。逆に切り返します。ロープブレイク掴みます。キックで返します。腕をフックします。ストバックに突き刺さります。組み合います。ネックブリカードロップで落としてまいります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振りかざします。顔面へのキックです。掴んだ、させません。顔面に突き刺さります。足に照準を絞るのでありましょうか。あっと、逆に捉えた。させません。抱えます。 DDT。 腕を抱えた。逆に返します。フィストドロップ、体を預けます。ロープにブレイクしました。キックを打っていきます。腕をフックします。今ちょっと頭打ちましたか。そうですね、ちょっと危ない体勢で打ちましたよ。打ち込んでまいります。あります。組みに行きます。こういうペースの持っていき方上手いですよね。これで完全にペースを持っていきたいところですよね。チェンジオブペースといったところですね。強烈なキックです。行くのか。切り返します。スタンディングを取らせます。腕を回します。 DDT でマットに突き刺します。引き起こします。バックに回ります。投げっぱなしだ。引き起こす。いけるか。あと切り返した。起こした。首切り用のが火を食うか。フルネルソンの体勢、これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。トラスキック、2を落としていく。チョップ、組み合った。あと逆に返した。強烈ダブルに、腕をフックした。あと DDT。 あと逆に切り返した。バックに回った。逆にバックに回った。エルボーで返す。ガチッと組み合った。そのまま締め上げる。エルボーを打ち込む。抱えた。打たせない。蹴っていった。打ってる方も辛いはずですよ。はい、チョップの速射砲攻撃。一気にいくか。あっと返した。バックを取って、後頭部が悲鳴を上げる。バックドロップ、抜くのか。パワーボム、もう精神力としか言いようがないですね。意識はないと思いますよ。完全に無意識で返してますよ。バックに回った。今頭打ったんじゃないですかね。猛点したたか打ちつけたか。立たせていく。右腕に命を吹き込む。掴んだ。あっと、エイボー
掴んで、あーっと逆に蹴っていった、あーっとネックブリーガードロップ、リングに戻ります、キック、小股に挟んだ、ドリルホールパイルドライバー、足を殺していった、15分経過、うまく切り返した、15ミレッツゴー、小脇に抱えた、あっとバックに回った、腰に手を回した、エルボーで切り返す、ちょっと意味になりましたよ、ブロック状況か、抱き起こす、ウルネルソンから落としていった、ロープに逃れた、組み合った、アックスギロチンドラマさあ、アメリカンプロレスの象徴がド派手に入ってまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、武藤255ポンドディクスレンダー、ガンガンいけ、頑張れ、赤コーナー260ポンド武藤、武藤ケイジ、レフリー和田光平、
打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。チキンウィングに固めてまいります。組みに行きます。投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。あ、そうですか。ロープに飛ばした。あっと、後ろに投げてまいります。あっと、エルボー、肘を打ち込んでまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。起こします。レッグロックに捉えます。掴みます。足を殺してまいります。こうやって1点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。蹴りを見舞ってまいります。蹴ってまいります。フロントからのキック行くのか。ロープに振った。さあ、その確かなレスリングは地味ながらもリズムのプロレス。海外マット独特の格調高いテクニックを今夜も披露していくのか。この男、なかなかのくせ者、悪来者のテクニシャンであります。逆水平キックを打っていきます。組み合います。ロープに振って膝を殺してまいります。組みに行きます。コーナーに振った。チョップが放ってまいります。ロックアップ、あと返します。さあ、インディアンデスロックに入ります。ロープに逃れました。腰を落とします。リング上は万字固めの体勢。ロープにブレイクしました。蹴りを見舞ってまいります。組み合います。逆に倒します。こういう間の取り方はうまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。逆に振り返して、こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効いてくるんですよ。ああ、なるほど。アキレス腱固めに入ります。掴んだ。逆に返します。行くのか。ジンクラッシャー。膝を狙ってまいります。足を狙ってまいります。行くのか。逆に投げてまいります。リング上は首四の字固めであります。ロープブレイク、ロックアップ、顎を打ちつけていきます。雄たけびを上げます。あっと、逆に捉えた。シャイニングウィザード先行魔術師。キャッチした。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。掴みます。膝を殺してまいります。腕をフックします。脳天砕きブレンバスター。組み合います。返してまいります。インディアンデスロックの体勢であります。組みに行きます。ロープに飛ばした。ドロップキックを見舞ってまいります。掴んだ。キックで返します。掴みます。足を殺してまいります。
足を取ります。足に照準を絞るのでありましょうか。足を抱えます。あー、ゲラを作る。起こしてまいります。10分経過。足を抱えます。パンチで返します。キックを打っていきます。足を取ります。後頭部エンジン、ショルダータックルで倒します。ストンピング、蹴りつけてまいります。さあ、足4の字固めです。掴んだ。させません。ブレンバスターに取ります。大空式のブレンバスター。このポーズです。ロックアップ、対角線に飛ばした。ナダル式フランケンシュタイナー、雪山相談役1名。腕を回した。あっと、逆に投げていった。頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった。反対気味になりましたよ。ブロッキー状況か。引き起こす。膝へのドロップキック、組み合った。あっと倒していった。どうか。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。膝が空切り声を上げている。起こした。シャイニングウィザード、膝が襲った。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。一気にスパークするのか。カウント2で返します。あと逆に捉えた。ドラゴンスクリュー、すごいねじれだ。これはポイントになりそうですね。そうですね、今のは精神的なダメージが大きいです。カウントは入る。いや、消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。引っこ抜きか。ドラゴンスクリュー、膝をねじった。抱き起こす。膝にピンポイント集中砲火、ブロックした。立たせていく。強烈タックル、雄たけびを上げた。抱き起こす。